にしてます。でもその前に私たちでアヤちゃんにメイクさせてほしいな。あ、新作のコスメセット、密かに狙ってたんだ。パーティーにはおめかしがつきものでしょ。友達にやってもらうのってちょっとドキドキするね。失礼します。わあ、アヤさん肌綺麗ですね。普段誰かにメイクなんてしないから面白い。できました。アヤさんいかがですか。うわー、すっごくいいよ。早速自撮りしちゃおう。丸山さん、お誕生日おめでとうございます。プレゼントを用意したので、よければ受け取ってもらえますか。さよちゃん、ありがとう。あ、いろんな本が入ってる。これって小説？小説というと正確ではないかもしれませんね。これらは有名な日本の古典文学を現代語訳したものです。以前百人一首大会に協力していただいた時のお礼も兼ねて、丸山さんの興味がありそうなものをいくつか選んでみたんです。これなら私でも楽しく読めそう。読み終わったら感想をくれね。